あ、そうそうそう、回ってね。あ、いいですね。はいはい、そうそうそう。そう、あとは上下の打ち分けですね。下にストレート打ったりとか。そうそう、あ、うん、よかったよかった。はい、それです、それです。パンチを上下とか横とか、いろんな場所に。そう、それ横で、そう、上下。ストレートもそうですね。フックみたいに上と下と打ち分ける。そう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 。下打って上でもいいですよね。跳ね返ってくるもんで、下打つと跳ね返るんで、そのまま上に返したりとか。はい。そう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 。そうです、そうです。そう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 、うまい。うん、うん、そんな感じ、そんな感じ。いいですよ、いいですよ。はい。で、楽に力入れると疲れるんで。なんで、そうそうそう、足ですよね。ごまかす、ごまかす。あ、いいですよ、いいですよ。ジャブを上に打つじゃないですか。で、下にストレートを打つじゃないですか。で、次、跳ね返ってきたやつで、左ストレートを顔面みたいな。ジャブで上、下、上。そう、で、横の右フックみたいな感じで変えていけば。そう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 。で、やると場所が。そう、そう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 。いいですよ、いいですよ。そんな、そんな感じ。そうそう、足で蹴る感じです。ジャブ打つときは後ろの足を。そうそうそう、いいな。ナイスフック、ナイス。そうそう、さっきの良かったですね。蹴って打ってるんで。そうそう、ワンツーツーで、ちょっと左のももに体重乗っけて打つとかでもできますし、相手から右ストレート返ってきたの過程ですね。ワンツー打って返ってきたから、そうそうそう、それを小さく、なるだけその沈むのを、顔の向きを小さく、傾きを小さく。そうそうそう。ああ、そうそう。太ももですね。顔を傾けるっていうよりは。はい。そうっす。しゃがんで打つ。そう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 。うん、今のよかった。そうです、そうです、そうです。そうそうそう。足をこう意識してもらって。そうすると腕が疲れにくいんで。うん。そう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 。いい感じ。うん。それ上手やな。いいですよ。あと30秒。うん。さっきでやったら最後のストレートだけ下に打つとか。タンタンタン。そう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 。ベンダーみたいな感じでパッパッパッパーって。で、最後の下、ストレート。そう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 。そういうの、そういうの。で、やると勝手に強弱つくもんね。うん。あと15秒。うん、ナイス、ストレート。で、そこの回った時に足ついた瞬間にまたストレートでもいいですよね。横に動いて、いいですよ。回って、横に動いて、ついたら、そう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 、うまい。ナイス。